モジュア広場モジュア広場モジュア広場ビルバオ市街地における一モジュア広場はスペインバスク州ビスカヤ県ビルバオの中心部にある広場であるモユア広場とも1876年ドンディエゴロペスである大通りの中央部に広場の建設が考案された1940年に改装工事が行われて現在の形状が採用され1910年代に ビルバオ市長を務めたフェデリコ・モジュアを叩いてモジュア、広場と解消された。モジュアという姓は、バスク語で楕円という意味である。1990年代には、ビルバオメトロの工事のために、広場が閉鎖され、広場の真下に、モジュア駅が建設された。メトロ開通後の1997年に、再び市民に開放された。モジュア広場を中心として、ドンディエゴ・ロペスである大通り、 エルカの通り、アラメダデ・レカルデ通り、エルシジャ通りの4本の通りが放射状に伸びている。モジュア広場は、ビルバオグッケンハイム美術館に近く、グッケンハイム美術館の最寄り駅は、モジュア駅である。モジュア駅は、メトロの L-1 と L-2 それぞれの駅を持っている。モジュア駅は、ビルボバスの1番系統と76番系統のターミナルでもある。 重要な広場の一つであり、近隣にはカールトンホテルやチャバリ宮殿などが存在する。ありがとうございます。